深大杉を使ったこの作品は小さな芽が天と地の恵みを吸い上げて地中深くに根を張り季節の訪れとともに変化する生命力に満ちた美しい姿を表しました。深大杉とは火山噴火などによって2500年から2600年もの長い間地中にあった埋もれ木のことです。この美しい色は 地中の成分が木に移り、空気と出会ってできた自然の色です。デザインしています線は、金箔やプラチナ箔を4枚から6枚ぐらいを炭火で焼き合わせて、自分で作った蓄筒で目測で切っています。焼き合わす枚数は必要に応じて変えます。そうして一本一本線を作り、両手に筆を持ち、 にかわを接着剤にして線を入れています私の住んでいる近くの森では初夏になるとある日突然若葉の香りがしてきて植物が呼吸をし新鮮な空気を作っているように感じますそれを形にしたくて空気を下から吸って上へと出す口を蓋に作りました